私がリングアナウンサーを務めております2.5女子プロレスの代表スペル・デルフィンさんがご自分のマスクとコスチュームを制作していただいている職人さん仮に S さんという方その S さんが体験した不思議な出来事です S さんは現在ご自分で独立してマスクとコスチュームの制作を受け負っておられるんですが今から二十数年前その世界に飛び込んできた当時 ゼロからの修行スタートということで、京都の伏見区、中小島にあったマスクコスチューム制作工房に就職されたんです。そこで先輩の職人さんに教えてもらう修行生活が始まったんですが、S さん、念願の仕事に就けたということで、毎日楽しくその工房に通っていたんです。慣れない仕事ですが楽しくて、しかしあんまり根を詰めても良くないということで、 休憩時間に工房の周りを散歩して、時間があるときは少し遠くまで歩いて、不思議の街を散策しながら気分転換をして、また工房に戻って作業を続けていました。その日々がしばらく続いた後、急に気力がどん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 失せていく自分に気づいた。これはよく言う職場の環境によるもの、例えば先輩との関係だったり、 仕事に対する自分の落ち込みだったり、そういうことが影響して気力が失せていったりしているのかそうではなかった。毎日が楽しくて人間関係も素晴らしかった。それに作業の合間に適度に周りを散策する散歩が息抜きになっていたはずなんです。食欲が失せてるわけでもない。健康体であるはずなのに、 精神的な肝心な部分が気力が失せていくやるせない悲しい作業中に涙が流れるようなこともあったかといって思い当たる不死がないので病院に行くということも気が咎めたそれで仕事が休みの日段家を務めているお寺に向かったそのお寺で手を合わすことが S さんにとって心の安らぎの瞬間でもあったんで 仕事が忙しくて、久しぶりにその場所に赴いた。すると、お寺の方、S さんを見て、久しぶりですね。お元気にされて、いや、お元気じゃないようですね。いきなりそういうふうに言われたんで S さんドキッとした。いや、実は、気持ちが、なぜか沈んで仕方がないんです。そう打ち明けた。私が、 見たところ、あなたに弱いもの、儚いものがついてる。そういう感じがしますね。弱いもの、儚いものが自分についてる。それ何ですか聞き返す S さん。自分の無力に打ちひしがれながら、こんな人生じゃなかったのに、そんな風に思いながら、 亡くなっていった人たちがあなたについてるんです。その方々をすぐに供養しましょう。そう言って S さんをお堂に連れて行ってその場でお焚き上げをしてくださった。すると信じられないぐらい S さんの体は楽になった。いや気持ちが楽になった。あの充実した気力がまた戻ってきたって言うんです。お寺の方は S さんに あなたについているその弱い、儚いものの存在、その存在に対して今私は供養しました。それで楽になられたことだろうと思うんですが、そのあなたについていた方も楽になっています。そしてあなたについてきたところ、その場所の空気の流れが変わっていることだろうと思います。あなたは優しすぎるんで、 頼られているんだと思います。誰にもそれがついてくるわけではないんですよ。あなたを見つけて頼ってきたんだと思いますよって、そんなことを言った。それで日々、日常というのはまた元に戻るんです。プロレスのマスクとコスチューム、制作するという自分の夢、叶っていくことの楽しさというのがまたそこで蘇ってきた。そんな充実した日々を過ごすんですが、今度は 心ではない。自分の体に異変を感じる。方の下、片方の顎の部分が痛くて仕方がなくなった。それはと思ったんで今度は病院に行った。診断結果は顎関節症ということだった。痛み止めの薬を処方されて、胃日,日薬で治りますよというふうに言われ、それで病院を後にした S さんなんですが、この痛み止めを服用しても、 全く効かない。症状は収まるどころかひどくなっていった。その痛みが増えていくに従って、S さんの仕事量も増えていった。手先が器用だった S さんは、どんどん仕事を覚えて、難しい作業も任されていくようになっている。自分のスキルが上がれば上がるほど、顎の痛みがどんどんひどくなっていった。薬が全く効かないので、S さんふと 思い立ってお寺に向かった。お寺の方は S さんを見かけるとすぐに痛みを感じてらっしゃるんですよね。顎ですか。それはこの前と違ってこの世のものですね。つまり言い方を変えると不気味に聞こえるかもしれませんがね。生き量ですよ。あなたに生き量がついて、しかもその生き量というのは複数ですね。 痛みに耐えてもまだ痛みを重ねていく、そういう人たちの生き量です。それがあなたについてるんですよ。だからあなたの痛みなかなか収まらないんです。これは払いに似た感じにはなるんですが、供養しましょう。そう言ってまた前のようにお焚き上げをしてくださった。すると S さんの痛みが信じられないくらいなくなった。 痛み止めの薬を何回飲んでも改善しなかった症状が本当に痛みがなくなった。そこから気持ちの変化、体調の変化がないまま忙しく過ごしていたんですが、ある日工房の先輩がふと言った。そうそう、S、お前知らないだろうけどさ、この辺りは歴史のゆかりがあるところなんだよ。特に俺らのこの工房、この辺りは昔、 誘閣があったんだよ。誘閣ですかおう、幽お前知ってるか女の人がな、ここで売り買いされていたんだよ。当時は生活に困窮して、売られてきた女の人がいて、辛い思いをしたんだと思うよ。そんなことを先輩がぽつりと言った。そうか。S さんそこで思った。自分が無気力になって、やるせない気持ち。 悲しい気持ち。涙が出た。この工房で。仕事は楽しくて仕方がない。人間関係も素晴らしかったのに、なぜそんなことになったのか。お寺に行って、お寺の人が悲しい、弱い、やるせない、そういう気持ちの者たちがあなたについている。そうして亡くなった者があなたについてるって言われて、そこで供養していただいた。あの自分についていたっていうのは、 その時の、その遊閣で悲しい思いに暮れて一生を終えた、そんな人たちだったんじゃないか。S さんそこから本当にその歴史を調べた。するとその遊閣で働いていた女の人たちの一生というのは悲劇と背中合わせだった。病気で働けなくなってそのまま捨てられた人もいたという。 S, S さんが気分転換に歩いていた散策のコース、少し遠くまで歩いた。そこ、江戸時代にキリシタンが処罰されていたところでもあった。江戸の歴史が交差する伏見区、歩きながら悲しい気持ちに包まれた者たちが S さんについてきたんだ。そう思った。お寺では、 それは何者だというふうには断定していなかったんですが、S さんはそう思い立った。そして顎の痛み。お寺の人には生き量によるものだと言われた。そのことが頭の中によぎった。S さんが制作するマスクとコスチューム。試合で顔が腫れ上がったり、体にあざを作った状態で工房を訪れるレスラー。満身創痍で、 自分にコスチュームとマスクをお願いしている。その姿を思い浮かべたとき、そうか。お寺で生きろうと言った存在というのは、自分にコスチュームとマスク頼んでくれたあのレスラーの気持ちか。痛みが言えない状態でもリングに上がって戦っている。 それでも日々頑張っているというその無理をしている部分が生き量と姿を変えてその全ての痛みを S さんが受け負ってしまったんじゃないかそういうふうに考えたマスクとコスチュームを作成するときにそういう気持ちを自分の中で思った上で作業に取り掛かるようになると不思議とその痛みはその後しなくなったお寺の方は S さんが どこでどんな仕事をしているかというのは知らない。でも、S さんの姿を見て何が影響して今そんな状態かっていうのを見て取れたということなんです。渡辺さんは階段語りやってらっしゃいますが、僕のこんな話っていうのは階段じゃないのかもしれない。でも、確かにその場所だったり接する人から自分は 影響を受けやすいみたいなんですよ。漂っているもの自体が常に頼っていく存在を探しているってお寺の人から聞いたんですよね。S さん、そんな話を私にしてくださいました。